最後までしていただきましてありがとうございました。どうぞ会場に気をつけてお帰りになってくださいと思います。また来年も長崎に来ていただきたいと思います。今日は日本の政治家の方、それから政治の谷口さん、遅くまでちょっとお越しなさいでありがとうございました。先ほど本当にラストとなってからですね、心を込めてありがとうございました。